はい、どうもこんばんは、ベルプリです。今日はですね、ディスプレイオーディオに関することをちょっと動画でお伝えしようかなと思います。まあ、私の乗ってるベルファイアは社外ナビがついてるんですけれども、まあ、最近普及しつつあるディスプレイオーディオ、まあ、いかなるものかっていうところなんですけれども、以前視聴者の方で WNPK さんという方からご質問いただきまして、まあ、フロントにディスプレイオーディオ、後席モニターにアルパインを装着した場合、まあ、連動性はどうなるんでしょうかっていうご質問いただきました。後席モニター、フリップダウンのやつを、まあ、つけた場合ってことですよね。まあ、それに関してディーラーさんの営業の方に、まあ、聞いてきたんですけれども、まあ、通常前につけてるそのナビゲーションから赤、白、黄色の、まあ、線でつなげた場合、おそらく映った画面と同じものが後ろに映るんじゃないかというふうに言われてました。要するに、まあ、普通にテレビ見てれば後ろでもテレビ見れるんですけど、まあ、ナビゲーションに変えた場合後ろもナビに変わってしまうと、まあ、そうなる可能性が高いと言ってましたね。やはりその前の方につけてる、何でしたっけ、ディスプレイオーディオに対応したものをつけないとうまくその連動してくれない可能性が非常に高いと言ってました。ただ絶対というふうには断言はしなかったですね。まだそのやった実績がないので、まあ販売店さんの方もなんかいろいろ戸惑いがあるようです。まあ、アルパインの場合はダブルゾーンっていう機能で、確かそういう呼び名だったと思うんですが、前の方で音楽再生、後ろで、まあ、DVD を見ると、まあ、そういう使い分けができたわけですけどね。まあ、今後その、まあ、ディスプレイオーディオで同等の機能が、まあ、あるかどうかですよね。まあ、ちなみに私が今このベルファイアにつけているケンウッドのナビなんですけれども、そのダブルゾーン的な機能は残念ながらありません。まあ、前で音楽かけてれば後ろでも音楽流れますし、まあ、同じようにテレビつけてれば後ろでも同じようにテレビが映し出されます。まあ、ナビゲーションつけてるときにナビの画面は後ろには映らないんですけれども、その、まあ、先ほどの内容なんですが、まあ、ディスプレイオーディオにそのアルパインのフリップダウン式の後席モニターを後ろにつけた場合、まあ、その時はおそらく前と全く同じ映像が後ろに、まあ、流れる可能性があると、まあ、接続上多分そうなる可能性が高いというふうにディーラーの方はおっしゃってましたね。まあ、今回一部改良ということで、まあ、ディスプレイオーディオ自体がまあ、標準装備で、まあ選ぼうが選ぶ前も最初からついてくるわけなんですけれども、まあ、それに対していろいろカタログ、今回店舗の方行って、販売店の方行っていただいてきましたので、まあ、その辺の内容をちょっと、家に戻って、ご説明したいかなと思います。まあ、一部変更に関する、まあ、カタログもらってきたんですけれども、まあ、こちらは車両本体ですね、主に。でこちらがその例のディスプレイオーディオで、こちらはカスタムパーツですかね、まあ、エアロとか、あと車内のイルミネーションと、まあ、そういったパーツ類になります。やはり大きく変わったのはこちらのカタログですね。まあ、なんかすごいデザイン的にはすげえかっこいいなっていうふうに見えるんですが、まあ、一番これ一番高い、モデルが、まあ、ついてますね。ではカタログの内容をちょっと見ていきましょう。こちらが標準的な、標準装備されているディスプレイオーディオになりますね。まあ、ご覧の通り単体では機能がついていないので、こちらにあるエントリーナビキットか、あとはキーコネクトナビキットをつける必要があります。まあ、なくてもいいっていう方もいるかもしれないんですけれども、どうなんですかね。まあ、ちょっと物足らないような感じもするんじゃないでしょうか。あとこちらのこのピンクの部分なんですけれども、テレビ、こちらの方選択しないとテレビが見れません。それとあと CD、DVD デッキっていうのもこちらの選択があるので、まあ、これをつけないと CD や DVD が再生できませんね。まあ、価格の方が4万3000円ちょっとだったと思います。まあ、普通の今までのその従来型で使ってきたナビゲーションと同じようにするために、まあ最初からディスプレイオーディオ自体はまあついてるんですが、それにそのエントリーナビや T コネクトナビキットをつけて、このテレビキットをつけて、さらに CD、DVD デッキをつけると、まあ、お得なんだか得なんじゃないんだかちょっとわからないんですけどもね。で、あと一つちょっとネックだなっていうのが、SD ですね。こちらです。SD。まあ、この上級グレードではまあ再生できるようになってるんですけれども、
あの標準的なあのディスプレイオーディオでは選択肢がないんですよ。今あの私なんかもあの CD 借りてきてあのケンウッドのナビ取り込んでよく聞いたりとかしてるんですけれども、まあ、それができないっていうのはちょっと不便な感じがしますね。まあ、こちら の, あの高い方のモデルはもうほぼフル装備ですね。ついていない機能といえば、ETC とあとドライブレコーダーぐらいですね。それ以外はほぼついてます。あとバックガイドモニターのところがまあ空白になってるんですけれども、この辺はねパノラミックビューモニターがついてるので、まあ、そういった兼ね合いでついてないのかもしれません。じゃあこの、まあ、フル装備のナビゲーション、まあ、価格の方はというとこちらになりますね。ガソリンもハイブリッドも値段一緒です。721,600円です。非課税対象者の方は、まあ、課税されてないので656,000円になってるんですけれども、まあ、大体ね課税対象で買うことが多いと思いますので、この72万円という金額ですね、めっちゃくちゃ高いですねこれ。まあ、主な仕様なんですけれども、ナビゲーションの方は SD ナビゲーションシステム、まあ、10.5 インチディスプレイと、あと FM 多重ビックス、あとオーディオビジュアルの方が、まあ、ブルーレイ、が再生できると、あと DVD ですね、で CD で SD の方も音楽動画の方両方再生できます。あとはまあラジオ、あとサウンドライブラリー、あと USB 入力、あとテレビフルセグですね、まあ、それと Bluetooth 対応と、まあ、その他もろもろ、まあ、あの JBL のプレミアムサウンドとか、あとスマートフォンの連携、まあ、T コネクトももちろんついてます。まあ、それだけまあついてますから、まあ、この値段になるのかなって感じなんですけれども、72万円っていうのはねちょっと多分私は選択しないんじゃないかなと思います。エグゼクティブラウンジにはあの標準装備になってるんですけれども、まあ、その他のグレードに関しては、まあ、オプションということになってますね。こちらが以前 の, あの T コネクトナビのラインナップになってます。10インチの一番高いやつでも294,300円です。9インチで24万円、7インチで15万6千円ぐらいですね。まあ、それに比べると先ほどのやつは本当にあの、まあ、倍以上、あのこの一番高いモデルに比べて倍以上の値段ですね。まあ、それなりに機能はまあついてるんですけれども、ちょっとなんか極端すぎる気もしますね。なんでそんな高くしたのかなって感じなんですが、まあ、どうしても買いたいと思う車がこのディスプレイオーディオ対応であれば、まあ、選ぶのはこれになりますよね。まあ、標準タイプのやつです。まあ、これにあの T コネクトのナビキットかエントリーナビのどっちかをまあ選ぶと、あとあの、まあ、テレビを一応見れるようにしたいので、まあ、テレビのキットつけて、あと CD と DVD ですか。まあ、後席モニターの方はね、まあ、だんだん必要性がなくなってきてるので、それはまたつけるかつけないかっていうのは別なんですけれども、まあ小さなお子さんいるところであれば、その後席モニターの重要性は非常に高いと思うんですが、ちょっとその辺で一つ、これまた問題があります。まあ、こちらの後席モニターですね、12.1 インチの後席ディスプレイということで、まあ、出てるんですけれども、まあこちら、モニターの方はちゃんと映像が映ってて、こちらの方にナビゲーションの画面が出てるんですけれども、ただこの赤い文字で書かれているところ、これ営業の方も言ってたんですが、そうですね、後席独立機能には対応していませんと、まあ、赤文字でわざわざこれ書いてあるんですけれども、まあ、何かっていうと、要はアルパインで、機能としてあったダブルゾーンがまあ使えないっていうことですね。まあ、つまり運転席助手席でテレビを見ているときに後席モニターで DVD の再生がまあできないということになります。まあ、車両本体価格に、まあ、ディスプレイオーディオ自体がまあ反映されているんですけれども、それプラスエントリーナビキットまたは T コネクトナビキット、まあ、それをつけてさらにテレビを見れるように、そのテレビのキットですかをつけて、なおかつ DVD と CD の、デッキですかね、それをつけてやっと使えるようにまあなるわけなんですが、それでもその以前アルパインであったようなダブルゾーンがないと、でなおかつSD も使えないので、まあ、以前ボクシーなんかでやってた時があるんですけれども、前でSD の再生をして後ろでDVD の再生をするなんていうことがまあできなくなってしまったということになりますね。まあ、こちらの上級モデルの場合は、まあ、SD は当然使えますし、ブルーレイも再生できます。ただちょっとカタログ一応見てはみたんですけど、
あのダブルゾーン的な機能がちょっと見当たらなかったですね。あの前後独立してあの再生できる機能がついてればいいんですけれども、まあ、今ちょっとパッと見た感じそれに触れてるちょっと内容がなかったような気がします。カタログをもとに、まあ、簡単ですがディスプレイオーディオの説明をさせていただきました。まあ、ちなみにあの販売店の営業の方に聞いたんですけれども、あのディスプレイオーディオ搭載したベルファイア出ましたかっていうふうに、まあ、聞いてみたんですがまだ出てないとのことでした。まだあの出たばかりのものですからね、まあ、これからまあ改良が加えられたりあの新たなラインナップ出るかもしれないのでその辺まあちょっと注意して見ていきたいなと思っております。まあ、このような感じで、動画の方今後も作っていきたいと思いますので、気になる方、チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。またリクエストの方受け付けておりますのでコメント欄の方に書いていただければ幸いです。では最後までご視聴いただきありがとうございました。ベルプリでした。